現状このファン、白子ファンを取って、こうやって中を見た感じは、あんまり汚れてないですね。一応中古で買ったんだけど、新古に近いっていうんですかね。だから、おもちゃ屋さんが潰れてたか店を辞めて、その在庫処分で出したっていうイメージでしょうね。箱が傷んでるっていうやつじゃないかなと思うんだけど。おそらくは。ありえないぐらい綺麗だからね。で、まあ、そのプレステ3だから、もう今5ですよね。だから、4の前だから、もう対応もないので余計に安いっていうことだと思うんですけど、いや、スイッチの8000ぐらいしたからね。まあ、プレイステーション本体の箱がついてみたいなやつで、8000円もしたよ。メーカー対応がないのに。で、まあ、見た感じは、まあ、ファンからのゴミというか、埃はあんまり吸ってないですね。いや、吸ってるんだけど、埃がこんなに堆積するほど使ってなかったってことでしょうね。私自身が買ってから。まあ2年ぐらいかな。2年ぐらい経ってるんだけど、その間言うほど使ってないってことでしょうね。で、現状を見て、問題を感じたというか、これ、あれなんですよ。電池入ってたね。パソコンと同じだね。多分日付の設定がこれでしてあると思うから、これが死んでしまうと、電池が、日付がおかしくなりましたって、まあ確かに出てたな、延々。この電池変えなきゃいけないですね。日付の設定してください、日付の設定してくださいっていうのは、これ変えにはダメだ。多分。で、あとはもう見つけたのがこれ。これ、こんなところにカマドウマの死体が、カドマウマではないとは思うんだけど、カドマウマではないとは思うんだけど、カマドウマのこん棒の死骸がこんなところに、細く最近有名な宇宙人を思い出したな。かまど馬だから、鬼滅ですかね。鬼滅の、鬼滅に揶揄が言っていたかな。なんかこんな、どっから入ったんだかまど馬。あ、ここか。このところにすっごい大きい穴が開いているね。開いてて、ここにベンチレーションが。ここから入ったんだろうね、おそらく。これはかまど馬ですね。多分。最近見たテレビじゃなくて、Facebook で流行っている、ミイラ化した宇宙人っていうやつに、すっげえイメージがダブるな。誰かも入ってたんかね。それのがもう、お笑いの方に振っているも、宇宙人の脅威というよりは、いやもうミイラ化しているから、これ、あ、それであれか、これでターミネーター話がまあ Facebook に出たんだけど、これだね。この電池変えたら多分、日付の変更は、とりあえずバッテリーがなくなるまでは大丈夫なんじゃないかな。これはちなみに一般的によくあるやつだと思うんだけど、え、これなんとソニーって書いてる。 すっげえ凝ってるな。いや、こうやって中見た限りあれなんですよ。中も比較的デザインがなされていますよね。さすがソニーっていうだけのことはあるのか。ただバイオの
頃のソニーはどうだったか私は知らないんだけど。いや、このボディの外側に対する中側のレイアウトも比較的うまくまとめてますよね。ただこの白子ファンがこの冷却にすごく寄与してるかどうかちょっとわかんないですけど、こうやって触った時に出てくる風が状態が生暖かかったようなイメージがあるんで、要するにやんわりクーリングをしてるっていうことでしょうね。そうするとあんまり熱かけると、よくプレイステーションのヘビーユーザーの方が言う熱暴走するぞ。もうそうなっても側を全部取って、ここに強制空冷ファンで風を当てるしかないでしょうね。そういうゲーマーの方って扇風機の音って気にならないようなイメージあるからな。もう車のレースとかだったらもう、なんちゅうんですか、エンジン音とかのがうるさいと思われるから、実際は。そういう意味で言うと、もう強制空冷ファンの音がガンガン鳴ってるところでゲームをプレイすれば、プレイステーションなんか止まることはないんだ。っていうぐらいもう無理くりちっちゃく詰めたよっていうやつなんですよ、これ。だからでっかいもんね、これ。これがボディだとしたら、空冷のファンがこんなにでかくて、ちょっとお酒が見えたな。いや、それでここのラジエーターみたいな部分が、まあ比較的でっかいはでっかいんだろうな。まあパソコンな、今のパソコン、だからノートパソコンに比べたらデスクトップパソコンの方に近いサイズの空冷システムが入っているね。いや、なんかこんなのあってるかね、これが。こんな大きいのが入ってる。ナトリウムだかなんかの棒みたいなやつが。ある程度の熱対策はしたんです。理由がバラせないから。しかも子供が使いそうなのでっていうやつでしょうね。子供っていうか大学生ですよね。もうどちらかというと、学校行かずに、新型コロナの頃はリモートとか言うて、部屋にこもりきりで延々ゲームをしてるっていうイメージを最悪の状況として想定して作られているっていうことだと思われるんですよ。ただ現状私はそういう意味で言うとモニタリング対象としては当てはまらないイメージあるな。最悪のシナリオになるような使い方をしてないですよね。まあ最悪のシナリオになる、というようなことはもうメーカー内でやってほしいんだよね。ホコリをガンガン飛ばしながら延々つけとけばいいじゃないですかって話ですよね。なんでそういうことやらないんだろうな。いや、やってるとは思うんだけどな。いや、やってないっちゅうのありえないな。現状これだけクーリング言うて、火事だ言うてる状態がメーカーは知ってるはずなのに、ホコリがガンガン、まあ、綿ぼこりがガンガン飛んでるような状態を作って、パソコンを延々回しつつっていうようなことをなんでしてないイメージなのかっていう話ですよね。そんな環境なんか簡単に作れると思うんだけど、疑似的環境は。そうしたらわかるんじゃないかな。どれぐらいで詰まる量と使用量と比べたら、1ヶ月の使用量で見たら、なんちゅうんですか、この、まあ、斜めこうじゃなくても、このうなぎ登りというか、こういう、なんちゅうんですか、曲線上の盛り上がり方をするとしても、計算で大体できるんじゃないの？富岳とか、京都でにある富岳だか京だか町だかいうやつで、計算すれば出ると思うんだけどな。それがやってないのちょっとありえないんじゃないですか。これ一応、プレイステーションでなってるけど、ソニーって電池に書いてあったよ。
電池にソニーって書いてあるような、どちらかというと子供向け玩具ですよね。玩具じゃないかもしれないけど、半ば子供に向けた、実際大学生あたりに向けたやつだと思うんで、それくらいやった方がいいんじゃないかな。そういう環境は簡単にできるんじゃないんですか。そんな、会社の1フロアにで布団を細切れにちぎって、ワン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 、その埃を立たせて、それで稼働させたらできるはずですよね。それができないってことはないんじゃないかな。さすがソニーでも一部屋そんな状況を作ることはできませんと言えないと言えないんじゃないかな。あれだけでっかい工場を作っときながら、それだけ小さい試験場を作ることができないってのはありえないな。これでユーザーにそういうのを任せようっていうのはちょっとずるいんじゃないかな。いや、まあ、そういう、それなりに綺麗なボディが来ていったということが分かったので、これやっと心置きなく DVD を見ることが半年ぐらいはできるだろうかってことでしょうね。